反応しているようだ。まさかこいつは。全然スピードが足りませんね。二人とも頭で考えて動いているからです。特にベジータさんにはその傾向が強いですよ。それでは速さに限界があります。五感そして脳から神経を通って体に伝わるまでには時間がかかるんですよ。体中のあらゆるところが勝手に判断して行動できるようになればいいんですが、これがとても難しい。ビルス様だってまだまだ完璧じゃありませんからね。克服できればどんな危機も回避できるんですがね。そうか、そういうことか。カカロット、ウィスのあの言葉通りのことがお前に起こって嫌がるのか。